こんにちは、ギタリストの富田です。今日はですね、ただのコードトーンを劇的にジャズに変える一音ということで、お話をしていきたいと思います。前回の動画でですね、コードトーンを、ルートから弾くなっていう話をしたんですけど、今回それにちょっと引き続いてですね、さらにジャズっぽいサウンドにするために、たった一音ですね、一つの音を加えるだけでかなりジャズっぽいサウンドに変えることができるっていう、その手法ですねを紹介したいなと思います。では早速今日の目次見ていきましょう。まず最初ですね、そのコードトーンをジャズに変える一音について説明をしていきます。でその後フレーズ紹介ですね。ここでは5つほどフレーズを出して紹介したいなと思います。はい、で続いてこのフレーズの使いどころですね、どこで使うかっていうのは結構大事なんですけど、その使いどころを意識した練習方法についても紹介したいと思います。はい、で最後まとめがあって、今回もですね、この動画内で弾いているフレーズですね、あとそれ以外にも作ったフレーズというか、書いたフレーズがあるので、それをまとめて、公式 LINE の方で無料プレゼントしたいと思っております。このあたり動画の最後をご覧ください。では早速本編行ってみましょう。はい、まず今回コードトーンを劇的にジャズに変える一音ということで、まずですね、今回はこのメジャーコード系に使えるお話になります。なんでメジャーセブンコードとかセブンスコードですね、この2つに関してぜひ使ってもらいたいスキルになります。で今回のフレーズですね、フレーズというか音使いに関して、今回はメジャーセブンのコードトーンを使って説明しようと思います。セブンスコードの場合は7度が半音下がっているだけなので、やってることは同じですね。今回フレーズ紹介でも使っているのが、この5弦の3フレットから弾くというこのコードトーンのシェイプですね。このシェイプ使ってます。はい、じゃあ今回の本題ですね。どの一音、どういう一音を加えればジャズになるのかってことなんですけど、結論から言います。Cメジャー7だと、このメジャー3度、ドミのミの音ですね。これの半音下です。半音下の音からこの3度への半音階のアプローチっていうんですけど、これを加えてもらうと。はい、これだけで一気にジャズっぽくなります。はい、感じる人によっては、ブルージーな感じっていう風に、思う人もいるかなと思います。で、この加える音は、音単体で見ると、C から見ると、マイナー3度ですね。マイナーコードの3度の音ですね。ただこれを、このメジャー3度に対するクロマチックアプローチの音として使うっていうスキルになります。このマイナー3度からメジャー3度へっていう、この音使いですね。これを、この、に加えてあげてもらいたいと。このドミソシのところ、いろんなフレーズありますけど、この C メジャー7のフレーズ、コードトーンのフレーズの中に、このマイナー3度、メジャー3度っていう音の流れを加えてあげる。これだけです。これだけで、もう普通の C メジャー7っていうコードトーンが一気にジャズっぽくなるんですね。で、これはアプローチっていうスキルになります。このコードトーンに対するアプローチですね。で今回は一番シンプルに1音のアプローチなんで、この3度に対して半音でアプローチしていくと。はい、でこのアプローチのポイントっていうのが、このアプローチの音っていうのは、このコードトーンとかこのメジャースケールとかとは全然関係ない音、要するに弾いてはいけない音だったりするんですよ、ルール的には。これを加えるっていうことで一気にジャズっぽくなると。例えばこれ今3度なんですけど、例えば5度とか7度とかでももちろん OK なんですね。アプローチ、スケール外の音であっても、ダイアトニック外の音であっても、アプローチの音として使うことができます。はい、で今回その一番コード感というかジャズっぽい感じになりやすい、この3度へのアプローチっていうものでフレーズをいくつか紹介したいと思います。はい、ではまずフレーズの1つ目ですね。こんな感じです。まずこのフレーズ自体は C メジャー7の5度の音から始まっているフレーズになります。ソの音ですね。1弦3フレット。はい、でこっから普通に3度弾く。で、この後、普通だったらこの3度にこう行って、こうコードトーン順番に弾くところなんですけど、この3度に対して、
このアプローチ、マイナー3度の音を入れてあげるって感じですね。それだけで、っていうフレーズが、に変わると。ね。全然違いますよね、この。これが入るだけで。これがまず一つ目のフレーズですね。続いて二つ目です。今度は3度から始まります。はい、こんなフレーズですね。これもアプローチが入るだけで全然変わったものになるんですね。アプローチ使わないと、こんな感じです。まあ、これでも十分、ね、まあ、ジャズっぽい感じはしますけども、このアプローチを一つ加えるだけで全く違った響きになりますよね。これは3度から始まるフレーズなんで、もともとこう C メジャーっぽい感じね、コード感出やすいんですけど、さらにこのアプローチ加えることで強く、この3度の音っていうのを表現できます。続いて3つ目のフレーズですね。今度7度からスタートします。7度からスタートして、普通であれば、っていう風にコードトーンを降りていくんですが、ここでもこの3度に対してアプローチを入れています。7度5度で3度1回いきます。でここで一旦マイナー3度の音からアプローチっていうのを加えてコードトーンを下がっていくと、こういうフレーズですね。はい、じゃあ4つ目になります。今度はちょっと低音の方で入れてみましょう。ここのポジションのこの3度ですねに対する半音のアプローチなんで、4弦の1フレットの音になります。これを使います。ルートから始まるフレーズなんですけど、こんな感じですね。はい、これです。普通に弾くとってなるんですけど、これにアプローチ入れることで、はい、このやっぱり3度の音がすごく強調される感じ、わかりますかね。はい、低音の方でも3度の音の位置を分かっていれば、このアプローチを入れてあげるだけで、特に何かこうフレーズを覚えるとか、なんか特別なスケールを使うとか、そういう必要はなくて、この3度に対して半音下からこうアプローチを入れてあげるだけで、一気にこうジャズ感っていうのは増すんですね。5つ目のフレーズなんですけど、今度は低音の方とこっちの高音、まあ、高音というかね、2弦の方2つ使っています。こんな感じですね。結構この2つ入るだけでかなりちょっと普通のメジャーセブンには聞こえない感じになっています。普通に弾くとっていうフレーズなんですけど、それぞれ3度の音にアプローチを加えます。ですね。で、リズム的にもちょっと3連符を使ってます。1、2、3、4。2拍目を3連符にしてあげていくと。こんな感じで3度に対するアプローチをどこでもいいので入れてみてください。アプローチの場所とかは間違っちゃうとやばいんですけど、結構これだけでいろんなフレーズできます。とかね、このアプローチから入るっていうのもありですね。みたいな、こう3度アプローチ3度で戻ってくるとか、いろんなフレーズが考えられるので作っててみてもいいんですけど、最初はいくつか自分でもね、こんな感じがかっこいいかなっていうのを作ってみてもいいんですけど、できればメジャーセブンのこのコードトーンでアドリブしながら、やってみてほしいですね。アドリブしながらこの3度の音に対するアプローチを、使ってみてほしいです。じゃあ意外と簡単にできるんだなっていうのは分かると思うんですよ。本当に
これをどっかで入れるっていうだけなんです。で、使う音が増えるわけではないし、1個だけね。そう、このアプローチを増やすだけなんで、あとはコードをドン。だから変にこうスケールを覚えようとか難しい理論を使おうとかっていうこと必要なくて、このアプローチっていうのをしっかり使えるだけで、実は一気にこうジャズっぽく、あのビバップっぽいね、フレーズっていうのが出来上がるんですね。で、今日はそれの一番シンプルな形、1音だけ使ってジャズっぽくするっていう方法ですね。これいくつかやっぱりフレーズを、実際十何個かですね、フレーズをプレゼントしますので、だっと弾いてみて、なんとなくこう雰囲気というか、使い方、アプローチの使い方っていうのを理解していただけたら、あとはできたらご自身のアドリブの中で入れてみてほしいです。はい。これをフレーズ化しちゃうと、やっぱりその分の引き出ししか増えないから、いつでもそれを使える状態にしてもらいたいっていうのがあります。はい。これすごく大事なところなので、フレーズをたくさん覚えるっていうよりかは、使い方と使う場所とをしっかり覚えてもらって、あとはアドリブ。なんとなくフレーズ化してもいいけど、できたらアドリブでそれを入れられるようになってもらいたいなと思います。はい。で、次ですね。この先ほど紹介したフレーズ、まあフレーズというか、この手法ですね。を、まあどういうふうに使うのか、この使いどころを意識した練習方法っていうのを、少しだけお話ししたいと思います。で、今のフレーズのメジャーセブンのフレーズですね。で、メジャーセブンスっていうのは、まあ、曲の頭でいきなり出てくることもあるけど、基本的には、例えば2、5ってきて、1ですよね。5から1のところで弾くフレーズなんですね。なんで、この5から1に行く、この着地って言うんですけど、着地した後のフレーズとして練習をしてほしい。で、まあそんなことは当たり前やと思うかもしれないですけど、これ何が大事かっていうと、分子、どの指からそのフレーズを弾くかっていうのはすごく大事。これをやっとかないと、アドリブの中で、こう着地していく。で、この最後に弾いた音、今これ薬指で3度弾いたんです。っていうことは、この薬指からさっきのアプローチのフレーズを弾けなきゃいけないですね。これをだから、いろんな音から今さっきフレーズをスタートしましたけど、5度から始まったり、3度から始まったり、ルートから始まったり、その音をどの指で弾いているか、で、その指からそのフレーズを弾かなきゃいけないっていうのが結構大事なポイントです。これをしっかりやっておかないと、フレーズと実際のアドリブで弾くとき、最初の音を弾く指が違ったら、それだけでなんか弾けなくなっちゃったりするんですよ。だから、例えば G7 からっていうフレーズがあったとしたら、この薬指の音からっていう風に弾く練習をするってことです。だから完全にバラバラに練習しちゃうと、実はつなげるのって難しくて、できたらその前の、例えばこういった G7 で、まあどんなフレーズかわかんないですけど、5度ですね。5度に着地するフレーズ。こっから、この薬指からスタートするとか、薬指からやったら、こういうのして弾かなきゃいけないっていうのを、ちょっと意識してもらいたいです。だからフレーズだけで練習すると、そのフレーズを弾きやすい運指で弾いちゃうんだけど、実際のアドリブでは、その前からアドリブずっと繋がってて、フレーズ、他のフレーズを弾いてて、で、そのフレーズから繋がってそれを弾くので、そこまでちょっと意識しておいてもらいたいなと。いうふうに思うわけですね。で、これは結構、意識しておくと、アドリブでもやっぱり出しやすいかなっていうのは絶対あるので、ここを意識して練習するようにしてみてください。はい。では、今回まとめになります。今回は、コードトーンに1音加えるだけで、一気にこう、ジャズらしいサウンドになるっていう、その1音ですね。1音アプローチっていう手法を紹介しました。コードトーンの3度ですね。コードトーンの3度の音に対して半音下からアプローチするっていう手法になります。はい。これ実は他の3度じゃなくても5度とかね、ルートとかね、7度とかね。他も使えるので、ぜひ試してみてもらいたいなと。またそのあたりも紹介できればいいかなと思っております。今回は一番ジャズっぽく簡単に使える3度へのアプローチ。ポジション的にも3度がまあ見やすいかなと思うので、ぜひ練習してみてください。
はい、では最後にプレゼントのお知らせです。今回動画で引いた5つのフレーズありますね。5つのフレーズ。そしてそれと、他にも10何個かあるので、全部まとめたものを公式 LINE 限定でプレゼントさせていただきたいと思います。こちらもちろん無料になります。まずですね、僕の公式 LINE ですね、を友達追加していただいて、今回はコードトーンをジャズに変える1音、タブ譜希望と書いてメッセージを送信してください。そのタブ譜ですね、を閲覧できる専用ページを開くためのパスワードを返信しますので、そちらで、ぜひフレーズ見てみてください。でですね、この公式 LINE のメッセージなんですけど、僕すべて手動で返信していますので、タイミングが悪いとちょっと返事が遅くなってしまうことがあるかもしれませんが、ご理解いただけますと幸いです。このプレゼントに関する詳細はですね、概要欄にも記載していますので、ぜひご覧ください。ということで、今回の動画はこれで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。